安倍組の女、三原淳子、デイリーズ。安倍組長の劣等感に苛まれた10代の悲惨な話を聞いてください。名門に生まれながら漢字一つ読めない劣等児童、それが安倍組長だったんです。安倍の劣等感は誰にも負けません。それが北朝鮮拉致事件に対する奮撃、報復の国民的気持ちが盛り上がり、民主党が原発事故対応に追われる中、経団連が言うことを聞くポチのようなバカを求めていたんです。総理に就いたのが安倍というわけです。この劣等感がわからなければ、桜を見る会で国民に反逆する勝手放題の行動は理解できないです。17と私の人生暗かった過去はどんなに暗くとも夢は夜開く15、16、17と私の人生暗かった